松下成蹊塾は1979年、松下電器の創業者松下幸之助さんが日本の政治や経済を担うリーダーを育成しようと設立しました。真に高価な国民は大使。塾では現在30倍余りの難関をくぐり抜けた15人の塾生が学んでいます。そのほとんどは社会人経験者です。塾生は全員寮に入り、3年かけて互いに切磋琢磨します。あ、どうもこんにちは。1年生の千葉周平さんです。こちら側が私の個室になっておりまして、まあ、このような感じで、こちらの方が、まあ、もう一人ルームメイトがいるんですが、その2人で、まあ、使っていい部屋になってます。千葉さんは仙台一高の出身、当時から政治に興味があったといいます。大学を経て毎日新聞に入社、9年間記者として現場を飛び回りました。その頃ふと目にしたホームレスの女性の姿が政治家を志すきっかけになったといいます。彼女を通して崩れゆく日本の中間層というものが重なってきたんですよね。今後こういう人たちがどんどん増えてくるんじゃないかなと。記者の立場っていうのはどうしてもやっぱ間接的な立場になってしまうところがあると思うんですよね。僕は本当少しずつでもいいから現場で一緒に腰を据えて、変えていきたいという。塾生の一日は毎朝庭の掃除から始まります。塾主が身の回りの掃除もできない人間が国の掃除ができるのかと、まあ、そういう基本的な考え方を思っていましたので。塾生は最初の1年間は塾で政治学などを学び、2年目以降は企業や農家などを訪問し自主的に研修を積みます。いきなりちょっとかなり演出があったんで、やっぱりそのこの中選挙区から小選挙区への政治改革というものはですね、かなり日本の政治を風景を一変させたなと。自民党の機能というのは随分弱体化したなというような。また茶道や剣道など日本の伝統文化を学ぶ科目も設けられています。こうした授業料はすべて無料。逆に塾生に対し月々20万円余りの生活費に加え、海外視察など年間100万円ほどの活動資金も支給されるのです。その費用は松下さんが投じた個人資産などの運用益で賄っています。今年30周年を迎えた松下成蹊塾、この日松下成蹊塾では塾生の一人が政治の世界に進むことが決まり、激励会が開かれました。はい、はい、いや本当今日どうもありがとう。いや、こさんこそ本当ありがとうございます。1年生の千葉さんは先輩が旅立つ姿に2年後の自分の姿を重ね合わせていました。成蹊塾っていうのはそういう志というものをしっかり持って日本を良くしていきたいというのはですね、すごいやっぱり純粋な思い皆さん持っていらっしゃって、その中で挑戦していく姿っていうのは見ていて正直感動というものをやはり覚えますね。やはりその記者時代の経験っていうのも大きいんですが、社会からこぼれ落ちてしまった人たち、そういう人たちというものをですねしっかり忘れない政治家になりたいと思いますね。志を高く持ち謙虚であれ、松下幸之助さんの理念を受け継いだ塾生たちはその教えを実際の政治の現場で生かす日を夢見て、今日も研修に励んでいます。